物語上どうしてもその日本未来推進会議、等のセリフですとね、お堅いセリフと言いましょうか、まあ会話っぽくない感じの会話と言いましょうかが多いんでね、仕事始めて40年になるんです、40年やっても慣れません緊張します。今日もまさにそうだったんですけど、ずっと黙ってて、最後にまあその日本未来推進会議の、まあ言ってみたら顧問的な立場なんでね、まあ若いあの官僚の人たちをちょっとこう一歩こう俯瞰してみんなをこう見守っているような立場なんでね、それで最後にちょっとだから まとめ的なことをまあ言うんですよ。でもそれがやっぱりずっと黙ってますからね、その間まあもちろん皆さんのセリフっていうかそれは聞いてますけど、来るぞあと3つで来るぞあと2つで来るぞってやってるうちに自分で自分をこう追い込んじゃって、テストまでは言えるんですよ。本番になったら NG を出すんですね。まあいろんな欲とかね、うまくいってやろうとかね、 NG 出さないようにしてやろうとか、いろんなことが集約されて本番で NG を出す、緊張する芝居がありますね、はい。小松左京さんもね、かつて映画化されたり、まあ、テレビドラマにもなってますけども、この時期にこういうその一つの危機といいますかね、それに挑むドラマっていうのは、まあ、それに参加できるってことは大変嬉しくて、ね、喜んで、ね、出させていただいてます。この撮影してる期間がコロナ禍で一番こう、ね、過酷な状況の中でやるんで、でその中でのこう社会的な動きとか政治的な動きとかいうものと全くこの本がダブってくるような、ね、あの今の状況とかね、そういうものが非常にある意味であのリアリティのあるあの作品になるんじゃないかなというふうには思ってます。初めてですね、初官房長官役。さっきもちらっと言いましたけど、まあ一つはその若い人たちを温かく見守っていくという存在でありながら、あとはまあやっぱり東山総理の、まあ、右腕って言ってしまったんですけどね、まあ何でしょう、総理からの全幅の信頼があって、横にいるような人物なんで、それなりにやっぱりそういう風に見せないといけないんですけどね、そのセリフのその言えるかなっていうそのドキドキがこう出ないように威厳を持たせて。生島自動車という日本を代表する車メーカーの社長であり、また経団連会長ということで、まあ重要な役で、ね、やりがいのある役だと思います。一番あのよく皆さんもテレビなんかでご覧になると思いますけども、今のコロナ禍でも結局そのまずその病原というかそういうものをこうなくしてから経済というものを立ち直すべきではないかという意見と、いやそれをこうやっていくともっと日本がダメになってしまうから、やっぱり経済も並行してねやっていこうという意見が当然政界の中でもだから国民の声もね二分されてると思うんですよね。だからその中であの自分の役柄という非常にこう経済を優先する役柄なので、非常にこうリアリティを持ってね、あのいろいろな政治家の方の発言なんかを参考にさせてもらいながらやらせてもらってます。